こんにちは。皆さん、こんにちは。かわいい。今もありがとう。来た。そう、待って。今、12時までちょっと。ちょっと待ってください。こんにちは。皆さん、キラキラ、たくさんありがとう。シュイさんもハントたくさんありがとうございます。8時まで。そう、今日ってまだ忙しくて、ちょっと、すいませんで、みんな探しちゃって。やめて。私も29までやと思ってたんですよ。8時以降に寄るかもってちょっと話したんやけど、私も寄る以降に。ね、8時、ごめんね、ちょっと、8時以降にやろうって、ちょっとご報告させていただいたんですけど、何みんなは9時とか、9時、29時までかと思ってたんですけど、今日の8時までらしくて。ごめんね。しおちゃんさん、ありがとうございます。もう1時から配信できなくなっちゃうので、もう一回配信させていただけたら。ギリギリで、ちょっとだけ。8時は、8時こっちかもしらん。ごめん。しかもちょっとお腹すいて。ありがとうございます。トミーさんも、ハートありがとうございます。ルキさんもハート、ありがとうございます。ありがとう。かずみさん、流れ星ありがとうございます。たくさんありがとうございます。そうです。そう、今ちょっと10期生が2、4、5人。サイボンです。そう。じゃあ今日の私のお昼。ありがとうね。ごめんよ、ほんま。迷子のサイボンは。やっほやっほ。こんにちは、こんにちは。今日ね、朝にもね、じゃあ朝ごはんを生姜焼き食べてきました。昨日の夜食べた。え、昨日食べた？ちひる、昨日の夜食べたらしい。くるみちゃんは今いらないですね。今いないですね。はい。あー、まなみちゃんたくさんハートありがとうございます。るきさんもたくさんハートありがとうございます。ありがとう、ほんまに。どっちの声がやって。あ、で、ごめん。ごめん。ごめん。ちょっと私だけちょっとそっち行こうかな。ちょっと。そうなんですよ、横に。そう、横にね。今、サイポン、私、ユーリン。ミオタンで、今、髪くくってるチヒルんですはい。そうなんです。ごめんなさい。ちょっとだけやけど、昨日の昼が生姜焼き、ほんまに気温の、昨日の昼やな。昨日の昼がショールーム、ショールームじゃないわ。昨日の生姜焼き、生姜一緒やわ。YouTube ドラマ見て、え、ほんまになんかショートコントみたいになってたけど。これ聞こえますか？実はね、時の自撮りを今日のX でポストさせていただきました。放送なのに結構食べる。いや、もう食べますよ。白米とか、何杯やろ。余裕で3杯とか食べれる。1個いる？え？いいの？いいよ。佐藤さん、お星様ありがとうございます。マリさんもありがとうございます。なるさんも、マリさんありがとうございます。マリ。そうそうそう、こんにちは、こんにちは。鳥取太郎さん、バラ、ありがとうございます。ありがとう。うん、今食べてるんですよ。こんにちは。今日って土曜日やっけ？過去一番賑やかと思います。みんな、今日はお休みですか？お仕事ですか？学校ですか？部活ですか？今日前髪少ないですよね。うん、朝からしゃべそうよ。もう生姜のパワーでね。私の前髪にどこ行ってやらせていただきます。どうも。佐久間さん、ありがとうございます。紅はるかさんもハート、ありがとうございます。春雨サラダ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。シュイさんもお星さんもありがとうございます。ありがとう。ショートドラマめっちゃ面白かった。ほんまに私の恋愛をね、担当させていただいたんですけど。そう、私はね、恋愛がね、書きたくてね、ずっと。趣味で恋愛の小説を書いたりするんですよ。誰がそう、ちょっと青春にね、憧れがあって。はい、妄想で。飲み寄ってやったそう。昨日サムネイルからもつぼってた。そう。ありがとう。塩にぎりとは、普通だね。普通ですか？ありがとうね。普通で、サトボンさんも、あったかい。塩にぎり普通。ありがとう。シオニさんも、だるまさん、ありがとうございます。だるまさん、ありがとう。にぎやかなのは、主にことって。あ、そっか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 。シオニさん、だるまさん、ありがとうございます。村南波ちゃん、最初、淀川コナコやったのに、最後に、淀川コトコに。
そう、私も動画で、公開されたのを見て気づいた。あれ、自分間違えてると思って。皆さんに気づいていただいてた。おじいちゃん、だるまさんありがとうございます。やみさんもだるまさんありがとうございます。ね、さ、あそこにやろうと思うんだけど、どうも。いや、あっちもありやで。ちょっと引っ越ししようと思うんですけど。今充電ナンパ。昨日の朝ぐらいかも。なんか早いよな。朝には残ってるんですよ。早いよ、消えるのが。あ、サンタイムカチさん、おじいさんもありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとう、パン。そうそうそう。え、めっちゃ覚えとかくれてた。ありがとうございます。私もキラ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 。ちょっと、お引っ越ししますね。スイさん、ジージーありがとうございます。ジージー。にしては終わり方最後、変すぎた。移動します。結構、個人的な趣味になるんですけど、フータンと、こうやりたかった。目は違う。そうなんですよ。見てくださったらね、見れるかもしれん。フータンと私の、キスシーン。くるみちの髪で、実は私が、セレクトしました。やっぱくるみちゃんこういうキャラじゃないかなと思って、そうなんですよ。すごい、ありがとう。うわ、すごい。ありがとうね。下の方にも。やばいやばい、やばい、鏡に反射しているんで、ちょっと。いつもって言っても1回ぐらいしかなくない？姉さんやろ。朝にはなんかちょっと大きく言っちゃうからね。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。いけた。ガチじゃないですよ、名前。すいません。どうしよう。ねえ。シンプルに朝のやっちゃう。剥がしていい。朝にはごめんね。朝にはごめんよ。ありがとうございます。猫さん、ご飯ありがとうございます。ご飯。ありがとうございます。ちょっと朝には、朝にお引越しさせます。ありがとうございます。本当にこんにちは、こんにちは。おだるまさん、おだるまさん、おだるまさん、ありがとうございます。すいません。コメント読みますね。いや、私はね、言ったんですよ。はい。じゃあ、私、朝にはじゃないんで。やべって。でもやっぱ、ふうたん、エルジーになりました。やっぱ、そうだね、今年初めて言ってた。ほんまに、お昼の、どうですか、お昼の元気、チャージしませんか、みたいで。ハッピーハッピーチャージ。美味しいです春雨サラダ。前ねモバメでも送ったんですよ、春雨サラダが美味しいって。私も皆さんのコメント、今日も春雨サラダです。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ、ありがとう。うん、今大阪来てるよ。今から、今大阪、いいね、大阪はね、いろんな場所があるからね。副音声が。から、バーから、天の神から。私、説明、あんな下手やな。ちょっとね、ナンパやったら、あ、そうや、それこそ、チール、チール。ネミホっていう劇場です。ありがとう。くるみち、来た。もうね、最終回。え、泣いてたくるみち。みんな、襟が気になるって。ありがとうございます。今コメントで来た。そう。え？クルネ昨日泣いてました。見ながら帰って朝にワイファイ、私ワイファイじゃなくて普通のねモバイルのやつやってます。なのでちょっと朝にちょっとねちょっとねちょっとみんなの配信にコトッチの声が聞こえます。ありがとうございます。ごめんね、ちょっと今日ごめんなさい、なんか今から日々私のショップに、おぉ、あればな、そう、あ、よかった。今な、なの写真が22になる。今日でのライブのね、グッズがね、くれるみたいで、くれるみたいでって話だったんですけど、あげるそうなんですよ。今年こういう日が近づいてるの分かって便利だね。ご飯ホームランとか、こっちいるんじゃないみたいな、わざわざみんなの中で流れたらおもろいな。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。西山の近いは西山です。全然こっちの声でかいの変わらなくて。やん
ばい。ありがとうございます。ありがとう。またお元気で。おとっち、おとっちはね、マシンガントークなので、うん、最高。いやもう皆さんも最高ですよ。もうこうやってね、急にね、あの配信させていただいたんですけど、来ていただいてありがとうございます。こと、うん、っちはね、賑やかですよ。マッチにたくさん、ありがとうございます。じゃあ、ほんまに日光ありがとう。リンゴやんないけど、リンゴありがとう。リンゴサンキュー。ありがとう。春雨完食。ちょっと人参を食べますね。それ食べたら給食思い出すよね。うん。こんにちは、こんにちは、皆さんこんにちは。給食の春雨サラダ好きなんですよ。あ、違う、大阪行ってた。給食でね、この世の中にあるメニューをよく知ってるんですよ。周りカリカリ派、私カリカリ派です。そう、こんにちは、こんにちは。最初に何かありません。ちょっと見たいな。え、もう本当にやんけ、まだやんな。本当に申し訳ないんですよ。なかなか配信できてなくて。ということで、次の2品目は、おにぎりです。好きな具何って聞かれるんですけど、聞かれてもなんか、塩とは言えないじゃないですか。なんですよ。ねえ、夜もしよう、夜もする。夜は、X でさ、8時以降に、放送させていただいたんですけど、ほんまは、10時とか、塩入りそうかな、10時。ぐらいなりそう。その時はね、でも、偶然はないですね。全然な、もうほんまに、時間があればで、はい、塩むすびで、聞いてくださるだけで嬉しいので、ありがとうね。ありがとう。エクバですみたい。そう、エクバあるんですよ、実は。なんか頑張って出そうとしたらさ、いろんなところに出てくる。ちょっとやばい。塩むすび美味しいです。ニコちゃん、ニコちゃん。はい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 。でも可愛いね。ありがとう。ありがとうございます。美少女じゃない。美少女ありがとうございます。皆さんのこうやって可愛いをね、私がいただけて嬉しいですよ。うん、ごまかけたらもっと美味しい。シールにちょっと早すぎて、ちょっとご指摘をいただきました。ゆうさん、ラブレさん、ありがとうございます。ありがとう。カリカリ、カリカリうまいよな、ほんまに。こんにちは。たこ焼きマジでな、みんなとシェアしたい。あ、やっぱな、たこ焼きって1個につきさ、6ぐらい入ってるやん。だからさ、1個1個さ、みんなで配ってね、シェアしてな、食べたいよね。ロシアンたこ焼きみたいな感じでね。そうよ、とっと。シヒルのなくし物が見つかりました。海苔巻いたらもっと美味しくなるやつ。ごま振って海苔巻いたら美味しくなるんですね。癒し場もアイシャンとあのフータンですね。シヒルが私はって顔してみてくれた。かわいいかわいい、みんなかわいい。あ、みんなかわいいよ。ほんまにそうありがとうございます。ありがとうございます。メガネもタッチも可愛いでした。あれさ、メガネのね、ここ、リボンのね、うん、色だったの？テラテラって言ってる、私のね、動画になりまして、よかったらね、裏ナンバちゃんで、今日もね、ユーリンときたんで、公開したばっかです。ぜひ、ユーリン。ぜひともチェックしてみてください。ショートドラマ。いいだな。はい。ハッシュタグさんやな。僕もなんですよ。ありがとう。うん。うん。うん。2世のママ、ユーリンとアイちゃんみたいな、そうなんですよ。私ね、倫理的に私もね、ママになりたいんですけどね。はい。あ、実際無理っていい。言われて。ユーリン？やばいやばい。クルミネちゃんと、一緒だけだな、今日。ほんまに？サイポンってユーリンより大きいの？大きいな。早い。ちょっと出たよ。マジで皆さんのお家にお邪魔させていただいた。ありがとうございます。私の声聞こえますか？ゆみちゃんだよね。改めてゆみちゃんですよ。覚えてる方ありがとうございます。私もことちみたいにいっぱい喋りたいです。いっぱい喋れるようになって12番だったんで助けいただきました。うん、ありがとう。またこうやって出会えて嬉しいです。こんにちは。あの少量の審査時代からネットされてる方もいらっしゃってて、見えないさん言えないよ。ありがとうございます。書いてた、書いてた、ありがとうございます。ありがとうございます。ユーリンのあだ名が、ごめんなさい。全然決まらないです。私のちょっと漢字の、前はね、村井呼びだったんですよ。ありがとうございます。村井って。ありがとうございます。
わあ、マジで何の時間をかけてくださってありがとう。しょうちゃんのペンライトありがとうございます。水分取ってね、たくさん取らせていただきます。言われてたり、そうなんです。なんか、ニーネーさんとか、なんかいろいろあります。もうほんま急に配信スタートしたのに来てくださってありがとう、ほんまに。多分いいと思う。大丈夫、待ってね。見てみりゃこうか。じゃあじゃん。発表スタートです。13位、三つ成さん、ありがとうございます。三つ成さん、ありがとうございます。こうしてね、来てくださってありがとうございます。そして12位は、ゆきさん。めっちゃ美味しいです。やっぱね、もうこうしてね、まあ、今回も見てくださってありがとうございます。もう嬉しいです。そしてじゃあトンミーさん、トンミーさん、ありがとうございます。あ、私。ありがとう、ほんまに。ありがとうございます。癒しキャラですか？ネロさん、L-E-R-O、ネロさん、ありがとうございます。やってますよね。私ちょっと、あの、アルファベットなんか1点当たりました。そして9位は、トミーさん。ちょっとこれ集めときますね。ありがとうございます。ちょっとスマホの裏に貼っときます。そして8位は鳥取太郎さん。鳥取太郎さん、ありがとうございます。なんちゃら、なんちゃら1点、スマホの裏に貼っといて、貯めます。トミーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。団子タイム。サトポンさん、サトポンさん、ありがとうございます。団子タイムです。嬉しいです。今日も来ていただいて。そして5位はまなみさん。まなみさんたくさんありがとうございました。ダブリ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 ダブラブしよう。絶対に集めへんやろ。そして4位は鈴木さん。絶対に集めへんやろ。そうっすね。そうっすね。ありがとうございます。私こういうのは2回目くらいまでは普通に集めるんですけども、3回目とかからもうちょっとめんどくさくなってきちゃいます。なんかめっちゃ堅苦しくなってるお昼やのに。そして2位はやすあさん。やすあさんもいつもありがとうございます。どうもどうもたくさん慣れていただいてありがとうございます。うん、ハッピーバースデー、ありがとうね。そして1位は存在むかじさん。いつも本当にありがとうございます。今日もくまちゃん嬉しかったです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ありがとう。こんにちは、こんにちは。こんにちは、皆さん。今日はね、夜ぐらいに配信させていただくので、多分9時、10時ぐらいかな。ごめんね。だからね、もうちょっと。シールを集めるとは家庭的や。全然家庭的じゃないんですよ。嬉しいです。いえ、また、では、今日の夜に失礼いたします。ありがとうございました。今日も急にやってたね、来ていただいてありがとうございました。今日までちょっと。シールに、私の写真を。ありがとうございます。それでは、待ってまーす。うん。皆さん、良い土曜日ウィークを。髪型もお団子にしてみよう。うん。めっちゃ多分。髪型もお団子にしたいですけど、ちょっと髪ごも持ってないです。めっちゃ面白いと思って、12時。うん、団子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 。こっちの配信が終わりました。うちら、だってコメント見てるのより。ちょっと、ゆいさんのファンの方もごめんなさい。ちひるん優しい。声が入っちゃったもんな。すいません、みやたろのファンの方も。楽しかったな。うるさかったと思います。すいません。かわいい。謝罪してくれてる。ちひるん優しいです。愛してる。どうもどうもどうも。何やった？いただきました。どうも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 。サイポンのファンの方も、ちょっとね、声が入らさせてしまってすいませんでした。ちょっとね、これからもゲームをサイポンを抑えようと思います。はい。賑やか、ワイワイですよ、めっちゃ。怖い。こんにちは、こんにちは。こんにちは。ことねって呼んでよ。ああ、確かに。最初ことねって言ってた。言ってたっけ？じゃあ、チヒルはね、オーディションの時からね、ことねちゃん、ことね、12番の方ですよね、みたいな。もうずっとなんか、めっちゃファン目線で見てくれたんだけど、なんか今はね、ちょっと、妹になりましたよ。サイポンも妹ですよ。一応年上なんで。はい、もうことねなんで。一応ね。一応ジェッキーの中で。そうなんですよ。年上がないというか。もうね。そうね。サイポン困ってる。困ってないですよ。すいません。めっちゃ
コトッチはねいっぱい喋っててなんかすごいですすごいですしか言う私はね、ゆっくりゆっくりゆっくりの方がいい私はね、見てて楽しいでえマシンガントークは見てて面白いマシンガン、サイナーのよし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 かけはじストレッチさんって呼ばれてる。え、かけはじストレッチさん。確かにあながち間違いではない。うん。キャッチフレーズ。キャッチフレーズにね、ちゃんとね、沿った名前をつけていただいてありがとうございます。感謝してる。ありがとうございます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 。あ、おとといより大人に見えるですよね、ですよね、大人に見えるんですよね。え、サイポは無言でも可愛い。ありがとうございます。ちょっと変わった、どっち可愛い、気持ちだけな、気持ちだけな、やばい。ありがとうございます。こんにちは。で、ボキですよね。ね、お茶取ってきますね。こんにちは。嬉しい。もうなんかさ、なんかもうさっき落ち込んだんでさ、昨日はね、ユーリン選手に帰って、今日もユーリン撮っちゃいました。ね、しかも昨日はデートして帰ったんですよ。やめてか。そう。日一緒に来てるわ。まだ2日目が何を言っておる。本当ですよね。名前行きすぎますよ。17歳2日目。うん。17歳若い。また若い。また。失礼します。ユーリンがね、17歳若いとか言ってるんですよ。でもユーリン、ユーリン20の時の歳やで。ええ、でもさ、20歳も若いですよね。皆さんからしたら若く感じると思う。サイポンは赤ちゃんみたいな。うん。え、何歳っけ？13。やば。やばい、ほんまにやばいな。結構ね、見てくれてる方が、大人の方が多いから、きっと、みんなが若く感じるかもしれない。みかさん、ハートありがとうございます。こんにちは。いい気にする。やばい、これ。ちょっと、こんにちは。今日もビジネス。これさ、これさ、シーンのところにさ、体脂肪を減らすと書いてある。ちょっと、恥ずかしい。何これ、スクショタイム？めっちゃ、なんか静かに。サイポン。あ、違うの？え、いいの？自分が入ってきた。サイポン？サイポン？大丈夫？それ大丈夫？クライム配信。あ、クライム配信なってる？あ、こっち来る。おいで。おいで。みんな大好き、みおちゃんの登場。サイポンの登場。頂上頂上パパの頂上3人がない。イエーイ、ユーリン笑顔に沼っちゃえ、かわいい。ユーリンこと村井ユーリンです。村井さんが隣りやと静かになりましたね。コトッチがコトッチがこんなに変わる。あ、そうなんです。キュウキさん、昨日。にやかだね。昨日、キュウキさんが、でもさっきのハッピーバースデーの。歌ってた！歌ったんですよ。面白かった。いや、静かになりすぎやろって。サイポン、笑わない。ね、ちょっとお茶忘れたからさ、お茶忘れたからさ、ちょっとさ、撮ってくれ。オッケー、ミオの、スタッフさんが、こんにちは。こんにちは、皆さん、サイポンです。お団子食べて、元気も笑顔もさえまくり。大好き、みおも。あ、お団子食べて、元気も笑顔もさえまくり。はい、二
タ画面すごい。ミフタ画面配信こうやって。ありがとう。コトチトチヒルが帰ってきました。冴えてる子来たって。うん。あ、今日も、あ、今日ね、冴えてますよ。はい。え、お団子買ってたんや。え、かわいい。そう、すっとね。え、今日コンビニ、ユーリンと行ったんですよ。コンビニデートしたんですけど。その時にちょっとお釣りもらうの忘れかけました。え、そう。てか忘れました。ありがとうございます。静かになる。みおちゃんと内緒がまたそういうのになりました。またそういうのちょっとお釣りもらい忘れるなんて私としたことだかって感じです。キャッチフレーズです。15分になったら終わりたいと思います。15分うん。あ、じゃあもうそろそろ大丈夫かな。あ、今1分や。何分までできるっけ。あ、危ない。あ、キンキンさんや。あの昨日みおちょっと、かくやつ、夜にします。すいません。キンキンさん、いらっしゃるかな。みおちゃん、先輩からのサプライズどうやったんやって。めっちゃ嬉しかった。めっちゃ嬉しかったそうです。けど、ほんまに、ノリが、キュウキセンさんのノリがもう高すぎて。なんかめっちゃ、めっちゃ面白い。圧倒されました。圧倒。わしゃいわしゃいみたいな感じ。わしゃいわしゃい。星投げさせてください。こんにちは。急な配信で申し訳ないです、本当に。ただいま。ヒューキスさんに圧倒される時の姿が見えて、ありがとうございます。ありがとうございます。コロワンさん、本当ありがとうございます。言われたら、よろしくね。この後の練習の中であんまりもあと多いのか。ありがとうございます。どっちもいい。ミカさん、誰もありがとうございます。ちなみに僕の、こんにちは。隣はどなたですか。な、お、ん、じゃん、ヤッホーです。お母さんの名前が最後ですか。最後。私も、私なんかもともとね、なんか冬みたいな、ん、冬雪みたいな、なんか昨日生まれた時が、生まれたのが12月。あ、いろはの登場。おはよう。いろはん、おいでおいで。いろはもおいで。あ、みんな配信待っていく。ありがとう。いろはいい匂いする。かわいい。おはよう。おはよう。はや、たぶん。キラキラチュールさん。はい。ほんまに、上の入り決めてましたからね、決めるとき、ずっと。次は誰の配信？みおちゃん。みおちゃん。みおちゃんの配信。いっちゃえ。うん。おたおめみおちゃんやって。ありがとうございます。ハッピーバースデー。いろはん、ほんまに赤ちゃんみたいですよ。ありがとう。そんなことない。さやもね。え、ジッキーでね、一番赤ちゃんっぽいんですよ。いや、そんなことない。一番は、強化やと思います。え、でもしっかりしてるとこもあるやん。性格はね。そう、でも、かわいい。靴下履いてない。はい、じゃあ、ちょっと、やめよう。はよう。こんにちは。かわいい。バイバイ。バイバイ。挨拶回りってるか。挨拶回り。こんにちは。よろしくお願いします。ハロー、キュッと。よし、ちひるん。ね、これ。キュート、ピース。ハロー、キュー、キュー、キューティー。ピース？キューティーピース。I love you。あ、え、多分、イロハンがピースしてたからかな。あ、そうだ。なるほど。イロハン、I love you やって。I love you. ありがとうございます。アンドさん、ありがとうございます。ロカリー、シュンさん、ありがとうございます。ロヘイ、バタンさん、ありがとうございます。ヤマイ、マー君さん、ありがとうございます。ラベル、シュンさん、ありがとうございます。探します。ラベル。ありがとうございます。
1位、あきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。オッケーです。英語を読める？ちょっとだけ読めます。ありがとうございます。でもなんかまだ習ってないの読めないです。なんかピースっていろんなピースあってちょっとややこしいですよね。平和とかなんかピースってなんかあるいろいろありますよ。かけらの方と。平和の方とか私英語が一番苦手な教科かもしれないです。私副教科派なんで朝におはよう。かわいい。なんか今日の朝にはめっちゃさなんか目大きいいつも陽気で、なんか今日めっちゃ可愛い。それじゃあ皆さん夜、今日も可愛い。皆さん夜に必ず夜はキュート。おお、嬉しい。はい、イラスト。また夜お会いしたいと思います。多分9時くらいになると思います。ではアンキさんでいきたいと思います。では。コツンちゃん、コツンちゃんですよ。日本語むずい、日本語むずいです、本当に。ちょっと何なめってますか？シモカリアさん、アリアさん、ありがとうございます。9位、誰がポテトヘッド屋さん、ありがとうございます。ねえ、ジヒヌさん、ちょっとさ、ありがとうございます。7位、ミミカブさん、ミカさん、ミカさん、ありがとうございます。ありがとう。6位、杉崎くんさん、スープも傾いたら OK。 傾きますか。5位、せいたかくんさん、ありがとうございます。 OK です。4位、みずきさん、ありがとうございます。3位、スープもイズベリーキュート、ありがとうございます。2位、よかちゃんさん、ありがとうございます。そして1位、マツさん、ありがとうございます。今日も冴えてる？スープも食べる？お団子食べる？団子食べる？食べません。だいぶ負けた。朝には団子あんまり食べなさそう。そんなないけど、二人で無理ですよね。初めてやってみた。今日はさえまくりなんで頑張っていこうと思います。そしたら終わりたいと思います。はい。皆さんありがとうございました。私は今日30分までやります。ちょっとこの配信は。終わりになったんですけど。朝にはずんだ餅で、ああそうですね。朝にはずんだ食べますね。じゃあちょっと気持ちましたいな。します。あ、頭と持ってくればよかったです。今日は夜も配信あるの。今日はね、夜できないんですよ。夜の8時までで。ちょっと。ちょっとね、今日はもうできなくなっちゃうので、これがこのイベントの最後の配信です。ん？え、今日の夜8時で終わりですか？え、今日か。うん。あと1日しか期間があって、期間数が終わり。今日終わりで、全体は明日まで。そう。中でもええと思って調べた。何ぐらい終わりました？書かないと。何やったん？何したん？え？14歳やないの？まだバレてない。13歳。ん？いや、13歳。何したん？何やったかな？やばいやん。え、すいません。なんか、急に途切れた。結構悪かった。うん、なんで？このリスト方がいい？ちょっと。
え、すいません、え、フリーズしてた、なんかね、急に閉じちゃってごめんなさい、ちょっとバグった。このスマホ結構ね、あ、ギャー、やばい。え、なんかね、急に切れた、びっくりした。びっくりしたな。びっくりしました。無表情な顔で止まってただけか、よかった、自己じゃなくて。ユーリン来てよ、ユーリン呼び出し、リンリンリン、勇気リンリン、はい、あ、そうやね、三重県出身、千尋が考えた17歳、うん、17歳じゃない、ごめん、言ってるよ、言ってない、言ってはい、はい、三重県出身、19歳、ゆうりんこと村井ゆうりです、よろしくお願いします。本物どうぞ、本物どうぞ、いやいや。いやいやって、ゆうりん、ゆうりんやごに沼っちゃえ、かわいくない、かわいい、姉妹、かわいい、姉妹、かわいいな、全然顔似てないけど、あれ、チラシピみたいなやつ、イエス、こんにちは、姉妹、姉妹です、村井です、村井が来ました、兵庫です、あ、兵庫、兵庫もいます、兵庫の、私ね、ちひるんめっちゃな、なんか大阪やと思ってました、勝手に。えらちゃん、めっちゃちひるって大阪が多いな、うん、めっちゃ言われんねん、それ、うん、大阪やと思った、なんでも大阪やけど、朝顔は宮城やね、宮城やね、宮城やね、え、お団子食べてるわ、ミューズに混じって、うん、大阪顔、兵庫県民、兵庫ズ、じゃあいらも大阪です、大阪ズ、もう全部集まって、うんうん、うん、ヒーレンとユーリンとユーリン、やばいやばい、並ぼうか、うん、ちょっと待ってね、反転するわ、反転せえへん、反転せえ、反対、外カメラにするわ、怖い怖い、いける、あっちやったら、うん、こうだって、ドアの前、カメラできるん、そうできるん、うん、怖い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 、うん、え、できた？待って、練習をつさんといてな、うん、恥ずかしいから、ここ上だけな、オッケー、せーの、収録ジャージやね、あ、やばいやばい、オッケー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 、じゃじゃん、でも、ここ触る？エルハム行っていい？うん、凹凸コンビ、まあ、お、え、ほんま痛くなったな、エルハム間長、間入ってみてよ、伸びちゃった、うん、見て、伸びた、え、こんなに違う、え、やばいね、痛くない、中2めっちゃ伸びたな、伸びた、スクショするわ、皆さんもスクショタイムですよ、めっちゃ伸びてる、ね、伸びた、身長で、キャさん気合い入れてん、あ、朝には映す、え、朝にはもう立って並んでみるか、いいよ、全員でな、並んでんねん、身長伸びたな、やばいね、え、めっちゃ伸びた、アイロハ、やっぱり伸びてる、アイロハ、います、はい、じゃじゃーん、え、一緒くらいやん、うまいわ、すごい、朝伸びてるもん、え、でも色ほくっと入ってないで、下回すんで、色ほくっと入ってない、かわいい、え、なんかさ、朝にはさ、今日さ、あの、めっちゃさ、なんかツインテールの位置、かわいい、一緒くらい、一緒くらい、うん、一緒くらい、持ってなくない、うん、一緒くらい、ほら、え、でもな、え、頑張ったら、いろはんの方が高い、え、朝にゃって、え、朝にゃ、あ、え、でもほんまに一緒くらいです、伸びてんの、ありがとう、なんて来てる、うん、一緒って、いろはんの今日のピンクコーデかわいい、ゆりんちっちゃくてかわいいよね、うん、ゆりん小さくてかわいいやって、いろはんもちっちゃくてかわいい、ゆりんいじられてんね、うん、小さくてかわいい、目はちっちゃいね、でかくても可愛いやろ、ほんまに可愛いよ、そうやろ、大きくても可愛いよな、可愛いって言って、大きくても、身長関係ないですから、顔やな、顔ついてたらもう身長関係ないよな、みんな顔ついてるから、顔ついてるから、顔ついてるから、今何分？ちょっと練習してくるかな、あ、あと6分です、あと6分？
あとろ、私30分まで。あ、はい。もう20秒。うん、して。いっぱいしてください。イラも自撮りしたい、今日。ありがとうございます。160人くらい。え、そんぐらいかな。そんぐらいです。あ、1位です。イラ100、え、すごい。イラはさ、4月 160.1 やった。同じくらいやな。え、同じですよね。160.1 やったんやけどさ、すごくない？めっちゃ伸びてるよ。伸びたやな。成長期や。伸びる時期。私あんま伸びてなかった。いや、私なんか急にミリ単位でしか伸びひんくなった。昼でも朝な。なんやって？なんやって？なんやって？ジャージルン、ジャージルンやって。ジャージルンも可愛いかな。朝な？うん、ちひろ。ジャージ、ジャージな、ジャージな。これっていうの。え、お団子食べてんの？うん。そういうこと？そう。お団子食べてさえまくり？そう、今日はさえまくりで。バカうまい。バカうまい、これ。朝にやってめっちゃさ、なんか面白いですよね。今日はエラハはママの手作りおにぎり。かわいい。めっちゃかわいい。今日な。今日ママに作ってって言ったら、作ってくれた、高速で。ユーリンチキン食べてます。うん。そうや、コロッケ。コロッケな？ユーリンコロッケ食べてます。やばい、変顔なってんで。あ、やばい。変顔配信、変顔配信。間違えて間違えてたの。ユーリンって天然なんですよ。うん、違うよ。ユーリンって鏡の前に見ていくから。あ、いい。顔ついてたら可愛い。ちょっと間違えた。あの、可愛い顔がついてたら身長なんて関係ないですから。ユーリンは130くらい。あー、そんくらいですね。いじられてる。そんくらいですね。違います。120。うん、ユーリン160くらい。え、160？絶対違うやんな。何言ってんねん。ユーリン100。え、でもさ、うん、私152とかだから。ユーリンも152って言ってたんですけど。うん、そうやね。152？うん。色80センチ。うん。すごっ。キュウリンかわいい。うん。おはよう。おはよう。おはよう。さっきまで配信してなかった。うん。俺の夢タワー。俺の夢タワー。まあ私はいつか、抜かしていくんで。団子食べる？食べる。あれ？一個だけ残ってんの。え、いいの？いいよ、食べ。私3本も食べたらさ、お腹出てま。ちょっと周年ライブの時にさ、お腹出てたらごめんな。よくないやん。お腹に団子つける。ね、イロハン可愛い。ちょっとなんかめっちゃ傾きます。朝なのやつ。ん？朝なの？そう、ちょっと朝、渋谷朝なって書いてるやつ移動させた。剥がした。なんか渋谷朝なの気がする。周りには理解されないけど譲れない自分だけのこだわりある。え？え、ないです。ないですよ。え、ある？え、ない。え、ないっていうか思いつかへんな。うん。いいやろ、おにぎり。なんて飛ばしちゃったか。ん？あの、さっきのおにぎりらへんやで。おにぎりらへん？うん。いつものセット。あ、これか。これ、ここ。最後、陽キャ、おもろ。私、陰キャですよ。いいな。私も。実は実は。村よし逃げろ。村井さんよし逃げろ。さっき出てたから。サイプの配信来てる。29分。やばい。じゃあそろそろ誕生読みしようと思います。ねえ、なんか嫌なの。
休憩生の田中美沙羅さんが、うん、私より背が高い後輩を物理的に叩いて縮ませますって言ってたよ。逃げます。じゃあ、段準備します。明日の配信予定は、また朝にもしたいですけど、朝はね、言うだけ言ってなんか寝坊したら怖いんですよ。じゃあ、段準備していこうと思います。ルータン13スライムさんありがとうございます。ドルルタン12 MM さんありがとうございます。ドルルタン11アルゴンさんありがとうございます。ドルルタン10山崎さんありがとうございます。ドルルタン9タイムファイヤーさんありがとうございます。ドラムロールみたいな、じゃんじゃじゃん、お茶様、ドゥルタンドゥタン、あ、おはよう。ドゥタン、え、あれ8冷やしカレーさんありがとうございます。ドゥタン7サッチャーさんありがとうございます。ドゥタン6高人さんありがとうございます。え、今やってんのそれ、今やってんの、いやらへん、えら、ダジャンジャジャンだけ、ああ。あれ今何位まで言ってた、今何位まで言ってた、6、あ、でも1回1回言わん、次トマトさん、高人さんまで言いましたっけ、あれドゥータン5トマトさんありがとうございます。ドゥータン4イケンゴさんありがとうございます。ドゥータンさん、ランシーモンキーさんありがとうございます。牛タン聞こえてくれた、牛タン牛タン2位カニタンさんありがとうございます。で、1位の人のドラムロールはちょっと違うんですよ。え、ドゥーベベーン1位トモカズさんありがとうございます。そんな変わらないよ、そんな変わらないよ、ペッペーって牛タン。それこだわりちゃう。ちょっと。ほんまに牛タンやねんけど。あ、譲れないこだわりです、これが。じゃあまた朝にゃに、ドラムロール、牛タンっていうのさ、ちょっとおすすめしておきます。譲れないこだわり。譲れないこだわり。ルルベベーンですね。せーの。牛タン。じゃあ、そろそろ配信終わります。牛タンこだわり。牛タン。ありがとう。